こっちからやっても痛くないですよね、もうね。痛くないです。はい。はいはいはい。はい、お尻の筋肉とかも張ってるので、うん。はい。そういったところからもやっていきましょうか。はい。はい。多分ちょっと痛いとこあると思うんですけど。ああ、ここちょっと痛いな。はい。はいはい、痛いです。どうですか、嫌な痛みですか。痛い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 。苦手な感じですか。なんだろう、苦手かわかんないですけど、うん、でも痛いの好きな人って います。でもこう響く感じがして後で楽になるから気持ちいいっていう。ああ、こう響く感じ、その通りです、うん、響く感じですよこれ、うん、凝ってるから痛いから、別になんかその嫌がらせの痛みじゃないじゃないですか、うん、そうそう、慣れもあるかもしれないですね。うん、何回も受けていくとなんか悪い痛みじゃないんだなっていうふうに思って。痛い。痛い。体が硬いですよね、全体的に。すごく関節も。なんでですかね。だって普段悪い姿勢でいるじゃないですか。普段の姿勢が。背中は悪いし、ガニ股だし。ああ、そうですね。うん、で、それあんま、そういう決まった自転車とか歩くとかはしてますけど、それ以外の運動っていうのがないじゃないですか。体ひねるとか。ああ、なるほど、うん、足高く上げるとか。あ、やらないとやっぱり、うん、うん、なるほどね。弱いですか？聞いてますか？うん、聞いてます。いい感じですよ。はい。気持ちいいですよ。はい。福岡先生、やっぱぼーっとしてきますね。そうですね、うとうとしますね。うん、痛い方が効いてるってことですもんね。まあまあ、凝ってるから痛いんで、まあお尻周りなんか結構効いてる痛みなんですけど、まあまあ、あの、その辺はまあ好みもあるので、無理に力が入って我慢する必要もないです。嫌な感じだったら緩めに。なんかその痛いぐらいが好きっていう人もいるので、効いてるって感じあるっすもんね、痛いのも。そうですね、うん、まあ、その効きそうって気持ちいいっていう痛みだったらいいんですけど、なんかちょっと
で大丈夫かなみたいな感じがするときはなんかやっぱり良くないですね。ちょっとすね踏みますよ。いいね。痛いです、そこ痛い痛い痛い。きついですか？痛いです。辛い感じですか？なんだろう、なんか痛いです、そこはちょっと今日一の痛さかもしれないです。でこれぐらいでどうですか？あ、いいですね。これぐらい聞いてますか？うん、はい、ちょうどいいです。はい、すごく行きにくいですね。うん、痛いです、痛いです。うん、痛い。痛すぎますか？痛いです、痛いです、痛いです、こっちも痛い。はい、足がね、張ってますよね。痛いし痛い、そこは痛いですね。話聞きましたよ。まあ、辛すぎたら言ってください。うんうん、はい、あんまり普段受けてないからちょっとこう緩めて、え、あ、まあ緩めた方がいいですか？うん、全然いいそれ。慣れると、あ、まあもうちょっといけるなとかなるんですけど。
ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録をお願いします。